ドラッキオから脱サーし、わずか1年2ヶ月で決勝1180万円稼ぎ、パソコン開いて自由に生活しようとし、その総合らお送りします。あなたはこれらの本当の意味を理解できてますでしょうか。転売、背取り、物販で、それぞれですね、何か物を販売するという稼ぎ方は同じなので、あなたもですね、この辺の違いが実はよくわからないって感じてるんじゃないでしょうか。でただですね、なぜか転売に関しては悪い印象を抱いてるという人が一般的に多いです。でそれで今回はですね、転売、背取り、物販、これら3つのそれぞれの特徴や違いについてわかりやすくお伝えしていきたいと思います。でそれぞれの違いを知ってですね、商売の意味を基礎から学んでいきましょうね。それではいきましょう。まず最初にですね、日本語としての転売の意味をちょっとご説明していただきます。で、Google でですね、転売の意味を検索すると、一方から買ったものをさらに他に売り渡すことというふうに記載されています。で、日本語の意味としてはですね、言葉通りそのままの意味ですが、まあ、他で買ったものをいくらであろうが他に売り渡すという行為、これを行った時点で転売になります。で、日本語と意味としての転売の定義はですね、値段にかかわらず他に売り渡すというところを重要視してますね。で、例えですね、定価で買ったものを自分の利益で上乗せせず、そのまま定価で販売したとしても、これ転売になるというわけですね。で、じゃあ昔の転売、でちなみにどういう形だったかというのをちょっと見ていきたいと思います。で、転売をですね、まず一番最初に始めたと言われている人が紀伊国屋門左衛門と言われています。で、この紀伊国屋門左衛門という方はですね、ウィキペディアによると江戸時代元禄期の商売人だそうですね。でつまりですね、転売の歴史は江戸時代から始まったということになります。で当時ですね、紀伊国屋門左衛門が目をつけたのはみかんの商売でした。で今からお伝えする内容はですね、その当時転売を行った時の様子ですね。である年の紀州でみかんの収穫が大豊作だったそうですが、嵐の影響で江戸への船が閉鎖されてしまいました。で紀州ではですね、大豊作だったみかんを江戸に運ぶことができず、みかんの価格はですね、大暴落したそうです。で一方でですね、江戸の方ではみかんが届かないことによりみかんの価格が高騰していたっていうふうに言われてますね。そこでですね、紀伊国屋門左衛門は目をつけて、自分の船を直して知人からお金を借りて、で紀州で、みかんを大量に購入し、嵐の中ですね、江戸に、運び高く販売できたそうですね。でまたですね、とある地方で伝染病が流行ってるというふうに聞き、前もってですね、伝染病に塩酒が効くっていう噂を流して、江戸でですね、塩酒をあるだけ購入し、でそれを持って帰ってですね、売ったというのがあります。で噂のおかげでですね、酒が飛ぶように売れたというふうにも言われてますね。でこのようにですね、見るとですね、まあ、今も昔も転売でやってることは実はあまり変わらないんですけども、なぜかですね、現代では転売イコール悪のイメージが起こしてますね。で、転売イコール悪のイメージが持たれている一番の原因が、おそらくですね、まあ、商売相手のお客様の気持ちを一切考えず、自分だけの利益を求めて転売しているという、こういう転売屋ですね、こういう転売屋が増えたことが、まあ、一番の悪いイメージかなと思ってるんですよ。例えばですね、ここ最近の話題で言えば、まあ、任天堂スイッチとか、PSVR とかの転売が挙げられますね。でスイッチや PSVR はですね、普通に定価で購入できるもんできたものにもかかわらず、転売屋が高値で買い占めた販売したことによってですね、品薄になって価格が落としてしまいました。でこの場合ですね、お客様にメリットが一切ないだけでなく不利益にしかならないわけですので、悪というふうに見なされたわけですね。で、まあ、転売屋の利益だけが目的で何一つ社会貢献になってないんですよね、確かに、うん。でこういった転売方法はどんどん対策されていてですね、特にチケット転売っていうのは転売対策っていうのは非常に進んでます。で、ここまでですね、転売について特にちょっと詳しくご説明してきましたが、じゃあ転売と背取りですね、転売と背取りの意味に違いはあるのかどうかっていうのをちょっとご説明していきたいと思います。で、転売と背取りの違いはざっくり分けてですね、この2つに分類されますね。で古物をターゲットとするか、それとも新品をターゲットとするかになります。これもですね、ちょっともう少し詳しくご説明していきたいと思います。まず、背取りですね。背取りには2つの意味が言われあるというふうに言われています。で、それがですね、背取りと背取りですね。で、前者の背取りは、漢字のですね、競争の背、競うってですね、競りが由来となっているそうです。で、一方ですね、後者の背取りは、昔の背取りってですね、実は古本が一般的だったんですよ。で、古本の裏表紙、つまりですね、背表紙の部分を見て、目利きして、お宝商品を探し出して、商売していた。っていうことがこの背取りの語源になってますね。で、そういったまあ由来からですね、背取りはすでに流通しているものからお宝商品を発掘して売り出したり、あるいは入手困難な商品を見つけて売り出したりという販売商がイメージできます。で一方で転売ですね。で転売の方はこれから発売されるものや高値になりそうな商品をあらかじめ予測してですね、発売と同時に買い占めるトレンド転売、これは一般的に転売というふうに認識されます。背取りも転売もですね、安く仕入れて高く売るっていう本質的な意味では同じなんですけども、後者の転売はですね、まあ、先ほどちょっとお話したように買う側にとってはですね、結構不利益なことが多いんですよ。でしかしですね、物を売る仕事っていうのは大きな声で見ますと、まあ、全て転売と言えますし、まあ、正直ですね、背取り転売の2つにも明確な違いはないんじゃないかっていうのが答えです。
ですが、なぜかですね、やっぱり転売っていうと世間的にはあんまりいいイメージ持たれないですね。とのことがですね、転売以外の言葉で表すために、セドリと転売との間にこう違いを設けて、このように区別されてるんじゃないかと思いますね。で、じゃあ結局ですね、もう一つ疑問なのが転売と物販ですね。転売と物販、この2つの意味に違いあるのかどうかっていうのは多分ちょっと難しい問題かと思うんですよ。これさらに言うとですね、転売と物販の大きな違いは仕入れ先にあるというふうに考えています。で、物販というのはですね、まだ流通していないものを卸業者から仕入れて販売したり、あるいはですね、自身で商品化したオリジナル商品を販売するというのはこれ一般的ですね。で、通常ですね、物の流通というのは大きく4つの段階にありまして、メーカー、卸業者、小売店、消費者、この流れで消費者まで届きます。で、物販はこの流れの中でですね、特にメーカーや卸業者から仕入れるか、あるいは自身で商品を作るかという方法で販売する商品を選択しますね。で、一方で転売の場合はですね、小売店の方ですね、小売店から商品仕入れて消費者に販売していきます。で、小売店はですね、消費者の誰もが利用できますので、わざわざですね、転売屋が間に入る必要もなく、物流通の流れが変わってしまいますね。メーカーが希望する売り方や値段と相反する販売されてですね、他の小売店から見たらこう営業妨害になってしまうということもあります。で、ここ最近の例としてではですね、さっきちょっと話した PSVR とか Nintendo Switch とかもありますね。で、Nintendo Switch などはですね、発売当初からちょっと価格が高いというふうに、購入踏み立てまる人も多かったです。で、そんな中でですね、転売屋が買い占めて、さらに価格を上げたことによって、特に PSVR ですね、売れ行きというのは厳しくなりました。で、実際にですね、PSVR を転売屋が買い占めた後、売れずにですね、どんどん値下がりしていってます。で、こういうふうにですね、意図しない形で販売されるのは、メーカーとかからすると何のメリットも生み出されませんので、転売が悪というイメージを持たれたのかなというのは、まあ、ある意味当然といえば当然かもしれませんね。最後にまとめになります。で、今回はですね、物を売る商売である転売、セドリ、物販、このような3つについてご紹介してきました。で、繰り返しになりますが、どれもですね、安く仕入れ高く売るという根本的な部分は同じです。で、ただですね、なぜ転売だけイメージが悪いのか、そしてそもそもそれぞれの違いは何なのかと、このような議論というのはですね、いろんなところで今されてるんですけども、日本語的な意味で言えばですね、どの商売を結局、転売なんですよ。で、転売そのものを否定的に見るのではなく、その転売行為は社会貢献になっているのか、それとも消費者に不利益を与えていないのか、この2点が非常に重要になってきますね。もしあなたもですね、転売をしている身なのであれば、常にこの2点を頭に入れてですね、目先の自分の利益だけにとらわれないようにしていきましょう。で、もしですね、自分のだけの利益に突っ走って考えてしまうと、他の転売屋にも迷惑ですし、何よりも社会貢献、そしてあなた自身も大きな失敗してしまいます。で、そういうふうにですね、しっかりと社会のことを全体を踏まえた上で転売で稼ぐということを考えていきましょうね。今日もこの動画を見ていただいて本当にありがとうございました。今はですね、私がどうやって1年2ヶ月で月商1184万円稼げたのか、その稼げたやり方やノウハウ、儲かる情報をですね、1冊の書籍に全てまとめました。で、こちらの書籍、今1080円で販売してるんですけども、この動画を見ているあなただけに、今回全て無料で差し上げます。で、書籍だけではなくですね、儲かる情報、11個の特典も作りました。で、11個の特典も含めた情報をですね、全てあなたに無料で差し上げたいと思います。で、そういった情報、儲かる情報や書籍など読みたい方はですね、こちらの動画の概要欄チェックいただけますでしょうか。動画の概要欄に記載している LINE アットご登録いただければ、そちらから全て無料で書籍などを特典差し上げますので、ご興味ある方、ぜひ見てみてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。